すごいな、一般の家庭にこの宝石保管室なんて存在しないぞ。何このポーズ。ちょっとピカ様、ちょっと、あざとくないこの子。はあ、気立ってるのはわかるが、俺たちに八つ当たりするなよ。顔、かわいすぎる。やっほーい、姫みかんチャンネルの姫ちゃんこと、おすろり姫です。前回こちらのお家のね、デニスさん邸から宝石が盗まれたということで、ここの調査を始めたところなんですけど、まあ、前回この1階のところを調査したので、今日は2階から調査進めていきたいと思います。レッツゴー。買いに来ました。どっちか行こう。左から行ってみる。こんにちは。こちらの部屋は現在警察が調査中です。はい。おいおい、事件の調査とはいえ住人にはプライバシーがある。関係のない部屋に勝手に入るのはやめた方がいいぞ、ティム。そうだね、僕たちが調べるべきなのは宝石保管室だ。なるほど、他の部屋は入れない。この部屋が事件現場である宝石保管室です。こちらの部屋が宝石保管室となります。現場は事件当時のままです。部屋から聞いております。あ、警察から聞いております。どうぞお入りください。はい、ありがとうございます。ほう、どうしたのピカチュウ。ドアを調べてみたが、こじ開けられたような形跡はないな。犯人は鍵を使って出入りしたと考えて間違いなそうだね。デニスの話では、オーロラの雫はここにあったそうだ。調べてみよう。おいおい、あ、すいません。すごいな、一般の家庭にこの宝石保管室なんて存在しないぞ。綺麗な宝石だね。この透明度、この輝き、まさにブリリアントな一級品だな。ほい、緑色の宝石だ。森の中にいるような穏やかな緑が落ち着くぜ。足元に散乱して、これはここにあったやつ、ちょっと後にしようかな。青い宝石だ。海の底のような深い青色が神秘的だな。赤い宝石だ。煮えたぎったマグマのような鮮やかな赤が眩しいぜ。おー、でここね、この辺りは特に荒らされてるみたいだ。早速調べてみよう。手がかりがあるかも。よし、見落とすなよティム。どれどれ、さてどこから調べるか。あ、これ絶対いると思うんだけど、まあ、見なかったことしよう。この宝石ケースだけ壊されている。きっとここにオーロラの雫が置かれていたんだろうな。この断面、刃物でスパッと切ったみたいだ。宝石ケースがこんな風になるとは。確かに、ショーケースの鍵はかかったままになっている。
デニスの言ってた通り、宝石ケースにも鍵がついている。ケースの鍵は保管室のドアの鍵と別のものだな。ケースの鍵は誰が持ってるんだろう。このポーズ。ちょっとピカ様、ちょっと、あざとくないこの子。かわいい。宝石ケースの一部みたいだね。この形はケースの上半分が切られたのか？多分そうだね。断面がすごく綺麗だ。うんうん。よほど鋭い刃物で切ったのか？人間魚とは思えないな。人間技だとは思えないな。綿が落ちてるな。ふわふわで柔らかそうな綿だ。この綿、一体何なんだろう。お、なんかいるよね、絶対ね。青いポケモンの羽だね。ここに入ってきたのかな。屋根にいるポケモンのものだろうか。後で調べてみよう。上出来だ。俺が気になるところはこれぐらいだな。ティム、他に気になるところはあるか？宝石ケースの台座は床にしっかり固定されているね。ああ、台座を移動させたりするのは不可能だろうな。調べられんの？おい、ティム、俺の可愛い尻尾をジロジロ見てないで、怪しい場所をちゃんと調べてくれ。自分の尻尾可愛いの自覚してるんかい。おい、ティム、俺の可愛い尻尾をジロジロ見てないで、怪しい場所をちゃんと調べてくれ。可愛い。あとどこ調べられる？これかな。あったあったあった。おーい、ティム、どうだ？似合ってるだろう？変装は探偵の基本だからな。あー、はいはい。遊んでないで調べてよ。これの良さがわからないとは。まだまだ修行が足りないようだな。あ。うん、これ以上調べられるところはないようだ。かわいい。ないようだ。だから戻っていいな。あ、なんか飛んでた。無理か。よし、推理しようぜ。はい。よし、いいぞ。ついに必要な材料はすべて揃ったな。ティム、謎を解こうぜ。はい。本当にこれで戻ったの？犯人がどうやって宝石を盗んだか見えてきたんじゃないか。それじゃあ推理ノートにある推理を始めろを選んでくれ。はい。よし。ピカチュウの、ピカチュウのじゃないわ。いくつかの推測が成り立つな。正しいのどれだと思う？犯人は宝石ケースの鍵を開けてオーロラの雫を盗んだ。切断して盗んだ。何らかの方法で
宝石ケースを切断し、オールの雫を盗み出した。実はまだ盗んでいない。犯人はオールの雫を持ち出さず、保管室に散らばってる綿の中に隠してるんだね。あー、これじゃない。よし。現場の状況から犯人は宝石ケースを切断してるね。そして宝石ケースからオーロラの雫を持ち去った。そうだな、その証拠に宝石ケースの鍵はかけられたままだった。どうやってケースを切ったのかについてはもっと調べてみないといけないけど、オーロラの雫を持ち出した手段についてはこれで分かったね。ああ、一歩前進だ。よし、推理ノートの使い方はもう分かったな。うん、証拠を手に入れたら推理してみるよ。推理はいつでも行える。気になった時に推理を始めてくれ。現場を調べた結果、犯行手口が分かったね。ああ、犯人は宝石ケースを切断して持ち出したということで間違いない。だが、そうなるとおかしなところが一つだけあるよな。おかしなところ？ああ、よく考えてみろ、ティム。犯行現場でおかしなところはなかったか？これか。あ、宝石保管室のドアは鍵を使って開けられていたけど、宝石ケースは鍵がかけられたまま切られてたよね。そうだな、犯人は片方の鍵、つまり宝石保管室の鍵を持っていたが、宝石ケースの鍵を持っていなかったことになる。デニスさんの話では宝石保管室に入れるのはバーンズさんとデニスさんの2人だね。だからバーンズさんが疑わしいという警察の見立てもわかるけど、バーンズ本人の話が聞ければいいが、今は取り調べ中でって話だからな。この宝石ケースの鍵についてデニスさんに聞いてみる必要があるね。あ、ここの調査が終わったらデニスに聞いてみよう。おう、ティム君、調査の方はどうかね。デニスさん、すまない、いても立ってもいられなくてな。何か分かったかね。やはり犯人は宝石保管室の鍵を使って侵入したようです。そして宝石ケースを切断してオーロラの雫を持ち去ったと考えられます。そうか、やはりこの部屋の鍵を使えるバーンズの疑いは晴れそうにないな。デニスさん、一つ教えてください。この部屋にある宝石ケースの鍵はどなたが管理されていますか？ここにあるよ。宝石ケースの鍵は私がいつも持ち歩いている。バーンズとは長い付き合いだが、鍵を任せるわけにはいかないからね。あ、宝石ケースの管理はあくまで私の責任だ。なるほど。宝石保管室の鍵はデニスとバーンズの2人が使えて、宝石ケースの鍵はデニスさんだけが使える。デニスさん、貴重な情報感謝します。そうかね、調査の邪魔かと思ったが役に立てたんならよかったよ。オーロラの雫はこのライムシティの復興のシンボルになるはずのものだからね。それじゃあティム君、よろしく頼むよ。このシンボル、後でデニスに聞いてみようぜ。犯人はケースを切断して宝石を盗んだが、この部屋には鍵を使って侵入した。部屋の鍵を使えるのはデニスとバーンズ。警察がバーンズを疑うのは無理もない。逆に考えれば鍵を使わなければ疑われなかったってことだね。自分が疑われる可能性があるのにそんなことするかな。そこまで考えなかったって可能性もあるぞ。
いずれにせよ現場の状況だけで何とも言えない。バーンズさんや屋敷の人に詳しい話を聞いてみようか。人だけじゃなくポケモンにもな。ポケモンの通訳は俺がする。頼りにしてるよピカチュウ。よし、そうと決まれば早速聞き込みを開始しよう。ふむふむ。おいティム、窓のところに何か落ちてるぞ。先に調べてみないか。窓の、窓のところってこの窓じゃないのか。骨。あ、これはポケモンの羽。そのようだな。床に散らばっていて窓が開いているということは、ここからポケモンが出入りしたのか。今回の事件に関しているのか、関係してるのかな。これは1枚だけ濃い色の羽があるな。元だ、他の6枚は薄い色だね。ふむ、なんだか少し引っかかるな。ポケモンの羽みたいだな。窓際に散らばってるっていうことはここから手にしたのか。ふむふむ。そしたら下行ってみるか。あ、いるじゃん。なるほど。何か確認しておくかい、ティム君。あの、ホリデー警部、事件とは関係ないことなのですが、ハリーのことを聞きたいのかね。ええ、父さんの行方について警察には情報入っていませんか。残念だけど彼の行方についてはまだ何の進展もないままだよ。そうですか、残念です。私も不可解だよ。ハリーは R 事件を調べているうちに消息を絶った。ならその事件を追えば彼の居場所もわかるはずなんだ。結局事件が解決した今となっても何の手がかりもないままですからね。まったく、本当にハリーのやつはどこに行っちまったんだ。そう気を落とさないでくれティム君。君がハリーを探すためにこの町に来て2年、今まで市長から勲章を賜るような立派な探偵になった。きっとハリーを見つけられるよ。私も協力は惜しまない。はい、ありがとうホリデー警部。ライボ。職務中に話しかけるなか、取り付く暇もないな。相変わらずだね。おいおい、どこ行くんだ。今は町に出る必要はないだろう。そうだったね、屋敷の中で調査を進めよう。この子いたっけ。ピクシー、ピクシー。そういう感じだね。ピクシー、ピクシーだ。デニスの妻のクラウディアのパートナーらしい。ちょっと話を聞かせてもらえるか。ピクシーなんだよ。そう邪気にするなよ。どうしたの？俺たちのこと警戒してるみたいだ。事件のせいで敏感になっちゃってるんだろう。いや、行き詰まってやしないか、ティム。俺が力貸してやろうか。そうか。自分で考えてみろ。困った時は力を貸すぞ。ほうほうほう。これが奥さんだ。はい。あなた。警察の方ではありませんわよね。何のご用ですの？
僕たちはデニスさんから事件の調査を依頼された探偵です。探偵？ああ、そういえば夫がそんなこと言ってたわね。夫ということは、あなたはクラウディア・デニス、サンジーウ・デニスの妻です。すいません、少しお話を伺いたいのですが。それには及びません。どうぞお一人ください。事件はもう解決しました。どういうことですか？警察が執事のバーンズを犯人だと言っているんですよ。ならそれで決まりじゃありませんか。確かに疑われているという話を聞いています。しかしまだ犯人と決まったわけではありません。あなたも夫と同じようなことをおっしゃるのね。しかし何と言おうと犯人はバーンズで決まりです。私バーンズのコアルヒーが悪さをするのを見ましたのよ。犯行現場を見たということですか？バーンズのパートナーコアラヒーが犯行に関わっている。信じられないという顔ですね。あの、犯行現場を見たというのは本当なんですか？ああ、はっきり見たかと言われるとそういうわけではありませんけど。ただ決定的なものを見ましたの。一体何を見たんですか？事件が起きた時、私は2階の自室で紅茶を飲んでおりました。その時窓の外では羽ばたく鳥のポケモンを見たのです。鳥ポケモン？ええ、青い鳥ポケモンでしたから、あれはコアルヒーに間違いありません。確かに窓辺は宝石を保管室に青い骨が落ちていたな。あれはコアルヒーのものだったのか。きっと宝石を持ち出している最中だったんだわ。それからその直前にかすかに金属の音も聞こえたのよ。金属音ですか？それは何の音だったか分かりますか？そこまでは分かりません。ただ宝石保管室は荒らされていたでしょ。その時に何か壊したんじゃないかしら。実際部屋にもコアラヒーの羽が散らばっていたと聞いています。バーンズが犯人だということを裏付けるには十分ではありません？ふうん、話を聞く限りどうも思い込みが強すぎるようだ。羽ばたく青い鳥ポケモンを見た話と金属音以外はこいつの推測じゃないか。そうだね。クラウディアさん、今のお話だけでは犯人を特定するのは難しいと思います。だったら早く犯人を見つけて宝石を取り戻しなさい。そのためにあなた方は夫に雇われたんでしょ。はあ、気立ってるのはわかるが、俺たちにやっちゃったりするなよ。顔かわいすぎる。あの、デニスさんはバーンズさんが犯人だとは思っていないそうです。ええ、そうですよね。単に甘い人ですから。とにかくバーンズのことも、ともなれば余計に。お二人はそんなに信頼関係が深いんですか？バーンズはこの家に長い間仕えていると聞いています。つまり私と夫が出会うよりもはるか前からです。だからでしょうね、バーンズは夫の味方ばかりするのです。味方ばかりというのは、私と夫の意見が食い違ったとき、バーンズはいつも夫につきます。彼自身は仲立ちのつもりのようですけどね。自分が自覚がないことがまた立ちが悪くて、クラウディはバーンズのことあまり快く思っていないようだな。犯人と決めてかかっているのはその辺の理由もあるのか。あの、コアルヒーというポケモンについて詳しく教えてもらえますか？コアルヒーはバーンズのパートナーです。彼によく懐いていて、いつも一緒におりますので。先ほど事件に関わっているようなことをおっしゃっていましたね。コアルヒーはそんなこともできるポケモンなんですか？ええ、バーンズの買い物を手伝ったりしているようですし、宝石を持ち出すことくらいは
十分可能でしょうね。コアルヒーが宝石を盗んだかどうかはさておき、バーンズに懐いてるのは間違いなさそうだな。はい。オーロラの雫は大変貴重な宝石ですのよ。はい、デニスさんからもそうお聞きしました。あなた本当に分かっていまして、オーロラの雫の貴重さを。え、まったくピンときてない顔ね。もともとこんな顔だよ。まあ夫も本当に価値を理解しているのかは疑わしいところですけど、せっかく手に入れたオーロラの雫をライムシティに寄贈するだなんて。グラディアさんはオーロラの雫の寄贈に反対なんですね。当然です。秘宝はむやみに人の前にさらすものではありませんもの。限られた人だけが静かに鑑賞するべきものですよ。静かに鑑賞ってタイプじゃなさそうに見えるけどな。確かに。こんにちは、探偵のティム君。あ、いや、ティムさんですね。ラリー・ターナー、使用人。探偵さんですよね。デニス様から聞いています。僕じゃないや、私はこの屋敷の使用人のターナーです。この日屋敷の使用人か。なんだか頼りなさそうなやつだな。必要なことがあれば何でも言って、あっとお申し付けいただき、そんなにかしこまらなくても大丈夫ですよ。ああ、そう言ってくれると助かるよ。ここに勤めてからだいぶ経つんだけど、どうも言葉遣いになれなくて。え、大丈夫なんですか？何？大事なお客様への対応なんかはバーンズさんがやってくれるから。僕の主な仕事はポケモンの世話とお屋敷の管理。それぐらいならバッチリやれてるよ。そんな感じで本当にバッチリやれてるのかな？それで事件のことを聞きたいんだよね。さっき警察に話してきたばっかりではあるんだけど、すみません、時間を取らせてしまって。あ、いや違うんだ、嫌なわけじゃないんだよ。ただ事件の時のことはあんまり覚えていなくてね。突然何かに襲われて気を失っていたからさ。何かに？犯人じゃないのか？ターナさん、詳しく聞かせてもらえますか？ああ、もちろん。そうだね。どこから話したらいいかな。今日はいつも通り仕事をしていたんだよ。ポケモンの食事を作ったり、お屋敷の掃除をしたりしてね。ちょうど庭の掃除をしている時だったかな。2階の窓からコアルヒーが飛び立つのを見たんだ。どこかに出かけたのかなって思ったんだけどね。よく考えたらコアルヒーはいつも玄関から歩いて出ていくんだよ。だから不思議に思ってさ、2階の窓から2階の様子を見に行ったんだ。そしたら宝石保管室のドアが開いてるじゃないか。驚いて中を見ようとしたら突然ポケモンに殴られた。怖っ。気がついた時はソファーの上で解放されてたよ。ポケモンに殴られた。うん、赤い小さな影が一瞬見えた気がした。赤い小さな影、大きさからしてあれは人ではないね。多分ポケモンじゃないかな。赤いポケモン、何のポケモンか分かりませんか？本当に一瞬だったからそこまでは。そうですか、恐ろしい目にあったんですね。でも大きな怪我にならなくてよかったですよ。母、医者にもそう言われたよ。オーロラ雫を盗もうだなって思うポケモンはいない。犯人がパートナーポケモンを使って宝石を盗み、ターナーを殴ったのかな。今のターナーの話を聞いてどうだ、ティム？窓から飛び立つコアルヒー、そして赤いポケモンを見つけ出さないとね。あ、その通りだ。あの、ポケモンに襲われた時に他に何か見ませんでしたか？きっとそのポケモンを連れた犯人が近くにいたと思うんですが、残念だけど他に何も見つからなかったんだよ。そうですか。何か犯人について心当たりはありませんか？
特には思いつかないかな。デニス様はお優しい方だからね。誰かから恨みを買ってるなんて話も聞いたことがないですし、バーンズさんが容疑者に上がってると聞いてこっちが驚いたくらいさ。ターナンさんはバーンズさんが犯人ではないと考えてるんですか？警察が言うんだから何か理由があるんだろうけどね。でも信じられないというのが正直なところかな。バーンズさんはいつも丁寧に仕事を教えてくれる大先輩だ。普段のバーンズさんを知っていれば盗みを働く人だなんて思えないよ。盗まれた宝石については何かご存知ですか？僕はオーロラの雫を見たことがないんだよ。お屋敷に持ち込まれてからはずっと保管室にしまわれているからね。もちろん貴重な宝石だということくらいは知ってるよ。そのせいでここのところ夫婦で喧嘩が絶えないみたいだから。喧嘩ですか？デニス様がオーロラの雫の寄贈を考えてるって話はもう聞いた？クラウディア様はそれに反対らしくてね。夫婦で毎晩のように言い争いをしてるよ。毎晩そんなに揉めているんですね。貴重な宝石をクラウディア様は手放したくないんじゃないですか？ふむ、オーロラの雫をめぐって夫婦間で対立があったってわけか。これはもしかしてこのご婦人が何か怪しいのではないかとちょっと睨んでしまうぞ。でもな、その青いコアルヒっていうポケモンもちょっと気になるよね。ということでね、今回もなかなかいいお時間になってきたので、今回この辺までにしようかなと思っております。で、次回はね、またちょっと事件の内容ね、おさらいして続きやっていきたいと思います。では、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、次回の投稿もお楽しみに。じゃあね、またね。